中井幸恵は、日本の主学者、歯科医師。学位は博士。静岡県立大学短期大学部士科、衛生学科教授。岡山大学士学部助手。岡山大学大学院医師学総合研究科助手。岡山大学大学院医派。薬学総合研究科助手。岡山大学大学院医派。薬学総合研究科助教。静岡県立大学短期大学部。 学生部部長などを歴任した。小児歯科学、社会歯科学、行動科学、母子歯科保険などを専攻する歯学者である。キシリトールの摂取と腐食の発症に関する研究が知られている。後進の育成に努めており、岡山大学、静岡県立大学など、複数の教育、研究機関にて教鞭を取った。若い頃は、剣道やハンドボールなどスポーツに打ち込んでいた。 1980年3月には全国選抜少年剣道連成大会にて関東賞を受賞した。1986年には岡山県高等学校総合体育大会のハンドボール女子の部で最優秀選手賞を受賞している。国が設置、運営する岡山大学に進学し、私学部の私学科にて学んだ。1992年3月に 岡山大学を卒業した。それに伴い、学士の学位を取得した。その際、私学部を主席で卒業したため、黒星賞を授与されている。黒星賞は、黒星記念財団が設立した学術賞であり、岡山大学を卒業する者の中から学業を及び、人物の優れた学生に対して贈呈される賞である。なお、司会四国家試験に合格しており、 歯科医師の資格を持つ。1992年に死海赤登録をしている。その後は、岡山大学の大学院に進学し、歯学研究科の歯科学専攻にて、小児歯科学を学んだ。大学院生として在学中に、ビヘイビアルサイエンス、オンデンタルフィアインピーディアトリックデンティストリー、リレーションシップビトウィンビヘイビアザネーザルスキン、テンパジャーと題した。 博士論文を執筆した。1996年3月、岡山大学の大学院を修了した。それに伴い、同年3月25日付で博士の学位を取得した。大学院を修了すると、1996年4月に母校である岡山大学に採用され、私学部の助手として着任した。1997年7月から2000年5月にかけて、 ワシントン大学の私学部にて、客員助教授を兼任していた。2000年6月、岡山大学にて私学部の助手として復帰した。その後、岡山大学では、大学院重点化が推進され、それに伴い2001年4月より本部が、医師学総合研究科の助手に変更された。医師学総合研究科においては、行動症に死科学分野を受け持った。 さらに、医師学総合研究科は、自然科学研究科の一部と統合され、新たに、今薬学総合研究科が設置されたため、2005年4月より、今薬学総合研究科の助手が本部となった。今薬学総合研究科においても、引き続き行動症に歯科学分野を受け持った。なお、2005年に、トゥルク大学の医学部に置かれた、付属資学研究所にて、 プリベンティブデンティストリー・ディプロマを取得している。2007年4月からは、職位が、今薬学総合研究科の助教に変わった。助教としても、引き続き行動症に歯科学分野を受け持った。2016年4月、県と同盟の公立大学法人により設置、運営される、静岡県立大学に転じ短期大学部の歯科衛生学科にて教授として、着任した。 静岡県立大学では役職を歴任しており、2018年4月からは短期大学部の学生部にて部長を兼務していた。専門は私学であり、特に小児歯科学、社会歯科学、行動科学、母子歯科保険、といった分野を研究していた。具体的には、妊娠時からキシリトールを摂取することにより、ストレプト国家スミュータンスの母子間での電波や、 呂食の発症に及ぼす影響について研究していた。さらに、呂食を予防を図るため、食の基盤に関する戦略についての研究に従事した。また、小児の歯科恐怖についての研究や、小児歯科における痛みの制御についての研究にも取り組んだ。さらに、後期高齢者における歯科保険についての研究も行った。学術団体としては、日本小児歯科学会、 日本歯科医学教育学会、日本障害者歯科学会、日本外相歯学会、日本小児保健協会、日本歯科衛生教育学会、日本高校衛生学会などに所属した。日本小児歯科学会の中部地方会では幹事を務め、中部地方会の大会や総会では会長を務めた。日本外相歯学会では、歯科衛生士に対する認定を担当する理事などを務めた。 司会師としては2000年11月に日本小児歯科学会の認定医となった。2006年9月には日本小児歯科学会より小児歯科専門医として認定された。2008年3月には日本小児歯科学会より小児歯科専門医、指導医として認定された。静岡県司会司会においてはオーラルフレイル対策推進事業準備委員会の委員や 学校歯科保険推進委員会の顧問を務めた。また、地方公共団体においては、岡山県歯科保険計画策定産業部会の委員や、静岡市派と高校の健康推進会議の委員長も、務めた。その他、母校に関しては、岡山大学歯学部同窓会の東海地区支部にて、理事を務めた。また、岡山大学歯学部省西科学講座同門会にて、顧問を務めた。 ありがとうございます。